お待たせしました。おはようございます。おはようございます。声入ってますかね。自動無料延長オン。よし。おはようございます。今日はですね、距離は洲本まで55キロぐらい、宿は確保できていない。おはようございます。さっきまであのバッテリーを届けてくれたイヤスさんがいらっしゃったんですけどね。おはようございます。あ、そうだ、あとさっきあのマイクの位置間違えたからもう一度せーのタイミング合わせ。あ、初見さんいらっしゃいませ。で、念のためにもう一度、あ、高原さんおはようございます。念のためにもう一度1分1秒2、3、4、5、これ後で GoPro の映像に音を合わせるための儀式です。バッテリーはですね満タンでございますよ。あ、高田さんおはようございます。そう、バッテリーで徳島から橋渡ってきてもらったんで。あ、駅根の高原さん、あ、高原さん確かそうでしたっけ。なんで満タンなのかというと、あの以前徳島で一緒に、あ、チョメさんおはようございます、一緒に走ったイアスさんという方がこの鳴門大橋かなを渡って車で来てもらいまして、昨日バッテリーを持って帰っていただいて、さっきあの満タンのものを届けていただきました。というわけで非常に申し訳ないな。鳴門大橋の交通量も大変なものなんですよ本当は。そう、またバッテリーサポートいただいてしまいました。以前にハギでもサポートしていただきましたね。じゃあまずはで、なんかさっきからすごく人が集まってきてるんですよ。人が多すぎ。そう、イヤさん今日お仕事なんでなかったら一緒走りたいって言われてたんですけどね。はい、パソコン全くだ。じゃあちょっとあの展望、あの今朝のよしよしありました、今朝の橋を何年前に処理走ったんだっけ。2年前かな、3年前かな。ん、社長が急に増えたの、さっきからバッテリー大丈夫なんですよ。今日丸一日は大丈夫です。あ、今日一日やって、今日もし止まれなくてまたテントワークになったら明日放送できなくなるけど、こんなに晴れるなんて昨日も降らなかったし、宿あのもうすでに手遅れな感じもします。ちょっとあ、ぼやける。なんかあの白っぽく見えてるとしたら多分レンズの曇りだと思います。レンズというか、あの以前にあの中に浸水してしまって以来ちょっとあのレンズか素子かが曇りっぱなしなんですよね。地図は昨日の夜見た、あの夜配信で映した彼らがこれです。そう、昨日の夜のあそこです。で、おお、橋脚までちゃんと見える。ずっとの塾、それを当てにするのは良くないと思うな。青島です。橋の上、あ、その橋の下に道の駅があるんですよ。真下じゃないけどこれです。あ、バーガーですね。あ、うどしおバーガーでしたっけ。ここのは食べようかと思ったんですよ。9時からあの今店が開いたんで。たださっきスパゲッティ残り物全部作って食っちゃったんで腹いっぱいで入んないなと思って。渦潮は、渦潮は渦になってるところはちょっとよくわかんないんですけど、結構船通ってるな。ついで、で、あそこの橋脚はですね、見えるかな、この辺りかな、あの水に接してるところがですね、太い柱一本じゃなくて細い柱が数本で支えられていて、あの潮流への影響を少なくしてあるんだそうですよ。どういう理屈かよく知らないけど、泳いで渡ってない、っていうか流される。あ、主権さんいらっしゃいませ。これ鳴門大橋かな、大鳴門橋だっけ。確か大鳴門橋だったと思いますけどね。あ、ちなみにこれあの車専用で自転車とか歩行者は渡れないらしいです。だよな、確か。
少なくとも明石海峡橋はそうだったんで、ここもそうだと思うんですけどね。ゴールデン大鳴門橋でよかったと思いますよ、確か。お花る、お花る、うん、そう、急流ですよ。だってあそこもなんかあの渓流みたいな、渓流みたいに見えますよ、これ。あ、青地に歩行者が、これ渡るの片道1000円弱ぐらいかかるんですよね。カリフォルニア、そんなイメージかな。え、ワカメが取れる、こんな潮の速いとこで。で、結構そこにいっぱい船今いるんですよね。なんでこんなに船が溜まってるんですかね。砂だまり、川みたいですね。徳島、ああ。で、あとこの橋の上から車止めて見ようとする人が多すぎるんで、禁止看板やら、あの禁止アナウンスやらが頻繁に流れてるらしいです、あそこの上では。確かにあれで止めたらえらいことになりますからね、車の流れ止めたら。あ、漁場なんですか。あ、確かに船釣りというか、後ろに旗、三角の旗つけてるやつがいっぱいいるな。あとタンカーみたいなやつもいる。漫画の方はちょっと分かんないな。血流の方は秘密。あれはと、あれ船で渡れるのかな、これ。徳島との間には船あるんですかね。宇治の道、あ、タイ、なるほど。電車はこの島内は今ないらしいです。昔あったらしいんですけどね。四国に、ああ、しまなみ遠いな。しまなみだと輪行していかないと3連休軽く終わりますね。あ、急流だから、なるほど。そう、いい天気。昨日も降られなかったし、今日もいい天気だし、まあ暑いけど。身近の、ああ、ビワイチさんですね。ビワイチさんいらっしゃいませ。ビワイチの人、淡市とビワイチがなんか同じような距離っていう話でしたよね、確か100マイルぐらい。激坂いや、どうでしょうかというと、 あえて行きたいかと言われるとそうでもないけど、共用違う、あ、あ、午前中だけ。今日はあの予定ルート通りに進んでいって、洲本ってところまで55キロぐらいだったと思います。アップダウンが 2,3 箇所あるんですけど、よく考えたらそれほどでもないな。あとは細かい、あの標高マップによくわかんない、あの入れて撮影、これですか。あ、こっちの方がなんか微妙なポーズで面白いな。あとよく考えたら日焼け止めまた塗り忘れてた。ちょっと塗っていくんでお待ちください。よっ、金押しだと思ってた、あの千と千尋のやつ。書き捨てない、書き捨てない、そういう考え良くない。日焼けはいい、体にいいってことかな。ビタミンがどうとかで。なんか昨日も日焼け止め塗る配信してしまいましたね。見せたいものではないんですけどね。今日はかなり焼けると思うんで。どっちにしろ焼けるけども、ゆっくり焼ける方が体にの影響が少ない。あの急に焼けると熱出したりしますからね。あと、すみません、今ちょっと読み上げがあんまり聞こえなくなってます。そう、顔に塗っとかないと仕事上差し支えが出ることが。ど真っ黒だとさすがに何か言われるでしょうからね。
で今使ってるこのスキンアクアっていうスキンケア U あスキンアクア UV モイスチャージェルってやつ、ジェルタイプのやつはあのスッと広がって割とあの気持ちいいです。日焼け止め特有の違和感が少ないと思う。これこれどこだ、ロートゴルフ焼け、ああそうですね、片手だけだったらゴルフ焼けで完全に通じるな。もうすぐ終わりますんでちょっとお待ちを。よいしょ。こまめに。よいしょ。塗り直しでもやったことないな。昼に顔洗ったりした後にちょっと塗り直すぐらいかな。ああ麦わら帽子も自転車に向いてない。麦わら帽子は。でも麦わら帽子型のヘルメットとかいいや。ゴミを一つ拾った。でもこのゴミ拾いはあんまり見た目の効果が少ないな。植物。もうちょい目立つところにあるゴミの方が良かったな。見た目の効果が少ないこれだと。あ、気分に。あ、いずれあの本当に行く旅の検討していただければ。下水菌。とりあえずあの昨日のゴミをこれゴミ袋に入れてるんで、目立つところに捨てて。いやでもこれあの生放送上で公言したのはマリオさんって人が最初ですからね。私が知ってる範囲だと。公共の場にですよね。いや公共の場じゃないところにだったら捨てていいかっていうとそうでもないんだけど、でもどちらにしろ人ですよね。そうそう、これ見よがしに拾って意識を広めないと。意識を。ただあまり綺麗事ばっかり言ってるとなんかうさんくさくなるから、できるだけ本音に近いところで。トイレで。さてじゃあ行きますかね。なんか忘れてることないかな。まあどうせ忘れてる、何だか忘れてるものはあるからいいか。鳩野さん、あ、13分後だった。あ、首タオルは結構直射日光避けていいみたいですね。私は今巻いてないな。うん、足跡。お銀ちゃん、誰ですか、お銀ちゃん。私留学ないです。で、充電はバッチリでございます。あの充電をしてきていただいた方がいらっしゃるの。日焼け止め今塗りました。今日焼け止め塗る様子をお見せしてました。え、四国、え、本当に弱さが。あとなんかフレームかハンドル周りか、どこはこの音なんだろう。これどこがギーギーなってんだ。これかなりやばい音がしてる。どこだろう。ギュイギュイになるんですよね。どこの音なのこれ。やばいな。どこだろう。昨日なんか上り坂登ってるあたりから気づいたんですけどね。ブレーキホース、そんな音がしますかねこれ。ちょっとここまでの音がすると気になる。クランクだったらちょっと今どうしようもないですね。ヘッドかクランクだと思うんですけど。あ、なんかもう警備員さんたちが入って、これは入場規制が入るレベルか。うん、昨晩お楽しみでしたねって、あれドラクエでしたっけ。キャンプ場じゃないんですけどね、道の駅です。あの岬の突端にある道の駅で、夜には和太鼓の練習が行われたりしてました。寝られたけどバッチリ。登るときにこのどこが
なんか登るときに妙なハンドルの触れが、なんだろうこれ。朝飯はスパゲッティ作って食いました。妙に美味しかった。あのタラコスパの素をただ混ぜただけの茹でスパゲッティに、ちょっと怖いですね。昨日はなってなかったと思います。フロントじゃないです。少なくともフレームに負荷がかかるのに合わせて音が鳴ってますね。何が漕ぎやすい。朝飯、ああ、中継するのに心理的にある程度の敷居があるのでめんどくさくてあとは、まあ、あのバッテリーが多分、まあ、できたかな、大丈夫だったかな。すり減ってる音かな、これは。どうだろう。日焼け止め塗ってると急に焼けて体が熱もったりして面倒です。ありがとうございました。あれまだこっちだったんだ。イアスさんもう帰ったと思ったらまだ駐車場だったんだ。油が切れる音じゃないと思います、このレベルの音は。今のがイアスさんです。今日はお家でお仕事なんだそうです。ベアリングとかだったら面倒だな。頑張ってくださいって言われました。あれがロードスターっていうのか。こう登るときになんかちょっと音がするんですよね。あとハンドルがちょっと一こぎするためになんかブルンブルン震える感じがする。まだそんなひどくないけど。ブレーキは効いて、あ、ちょっと今確認しますね。オタク君はあれオタクなのって言われた、この間。よ、ブレーキは効いてますね。でも、モンキーセンターってなんかあったっけ。どこだろうな。キャリアの音でもないみたいなんですよ。ステムかな。どこの音だ。いや、やっぱ BB あたりか。前後がちょっと分かんないんですよね。あ、これはここだ。ステムだ、こいつだ。うわ、使い切れた。意味わからん。今動画用に言いますけど、急に接続が切れました。どういうつもりだ。ああ落ちてる落ちてる。熱か。もうちょっとこれ上に出しといた方がいいな。これを裸の状態にして、できるだけバッグの上の方に持って置いておけば、あ、そうだ、後ろに入れるか。こっち入れとけば風とか外気に触れてるからまだマシだ。ついでに iPhone もこっち入れとこう。で、これは大元はこのパワーポンドっていう最近買ったバッテリーの方につながってます。今映ったかな。さて、そろそろ立ち上がったかな。で、これはまだ繋がらない。ん？来た。
あ、ボエミちゃんの設定がクリアされた。めんどくさい。出力デバイスをこっちに変えて、タグ機能をオフにして音量を下げて接続。つながれ。難しいぞ、難しいぞ。よっ。つながれ。つながれ。よし、つながった。よかった。よかった、つながった。これで OK。私の仕事の人は詮索せぬように。詮索したら不幸が訪れますよ。今すいません、またポタファイが急に落ちました。ポタファイの、再起動が入ってしまいました。というわけですいません。でも FMA リーがこれでダメにならなくてよかった。よし、不幸不幸不幸が訪れなくても私が訪れさすから。自転車直ってないです。単にポタファイが切れただけです。で、この音は、やっぱりこのステムっていうんですかね、このヘッドというかこのハンドル周りが、あ、雲だ、雲雲、あ、雲じゃないや。よし、バラしたら不幸が訪れます。というわけでとりあえず駆動系じゃないんでまだ致命的じゃないですね。締めてみるっていうのはあるんですけど、金属摩擦どこがよくわかんないな。やっぱりこれはなんだろう、グリス切れかなんかかな。首のボルトが自分からこの音がしたらえらいことだな。自分のになんか自己認識が意識に変わってしまう。これメンテはフルメンテ、昨夜はそのイヤスさん、さっき失礼しかったイヤスさんから嫁いただいて、嫁というかまあ久しぶりに会いに来ていただいて、昨日はなってなかったのにね。昨日はなってなかったのにな。雨に濡られたわけ、濡れたわけでもないのに。油はここにはさせないですよね、ハンドル周りのこの中には。グリスアップするぐらい。青森県は夏、そうです。和太鼓の若者は1時間以上いましたけど、帰ったのか私が寝てしまって気づかなくなったのかはちょっと分かんないです。油ベアリングですね。逆に注意すると流れてしまうし、ほらここは大鳴門橋から車が降りてくるところ。お、いらっしゃいませ。とりあえず増し締めとかしてみたら逆に悪化する可能性もあるな。油売ってるのにね、うまいな。ちょっとそれ親父的にうまいなと思ってしまった。で、ここから標高100ぐらいまでまた登らなきゃいけないんですよね。やっぱ交通量多いな。これ神戸に最終的に行くんでしょうかね。おはようございます。おー、ギシギシ過ぎ、あんは言ってないけど
昨日道の駅までだいぶ下ってきたんで上り返さないと。違うよ。違うか。何が？オイオリーブ。明石田の最終は？ん？最終は？ん？最終は？そう、私は明石の方にまた戻ります。にちゃんもまあ一部だけ。最近は GoPro のやつとか見てますね。スレ。やばいですよこの音、なんか精神的に良くない。小豆島昔行ったんですけど、今日の宿は洲本のあたり、洲本まで55キロぐらい。まとめは見てないな。エラウトしてますよね。何？入足とかだったらその程度は見たことないですね。あれっていうのは何なんだろう。位置づけがよくわからん。そう、ビップも。あとなんか、お、穴潜りだ。そう、坂だとあの左右のねじれが激しくなるから。ファブリスナー。ファブって文字列もよく聞くけど、他の生主さんのことは私は知らん。あなたが知ってるからといって、みんな知ってると思わんように。ステムキャップのでやってみますかね。とりあえず登り切ってから。クランクかどうかは今ちょっとあの頭をフレームの真ん中あたり突っ込んで切ってみたんですけど、多分あの前の方です。いや、そうそう。うわ、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。流される。あ、うわ、うわ、ちょっと、こんな横に壁があるのにどっから吹いてきてんだこれ。雨は今日は予報では晴れなんですけどね。あ、やんだ。南淡路。往年の松田優里。なんじゃこりゃ。なんて言い方だっけ。なんじゃこりゃだったっけ。ふう、おはようございます。ふう、ここは淡路島の左下のあたり。最南端じゃなくて最西端に近いあたりですね。晴れてます。暑いけど雨に降られるよりはいい。はあ、止まったか。視点の話最近流行ってるような。なんでだろう。FML が死んだかな。あ、一応されてない。やば、まさかやつが来たか。そうだ、さっき直した時に自動炎上してないわ。してないしてない。いけ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 。しゃあ、間に合った。あ、危ねえ。おつでした。おはようございます。昨日道の駅の軒先に止まってました。危ねえ。あ、しかも延長詐欺だ。終了詐欺。配信の更新
もう少し、もう少し。381381。止まったけど更新でこれた。できてる。よし、復活した。よかった、 FM エリーがまだ生きてて。しかし、あ、意外といいな、電波。うん、OK ですね。配信してるの忘れて、危なかったです、ありがとうございます。16秒前でした、画面開いたら。あ、そうだ、ついでに、ついでに延長できました。じゃあちょっとあのヘッドっていうのかな、これは、を少し締めてみます。朝食はスパゲッティ茹でて食いました。意外と美味しかった。ちょっと待ってくださいね。まあ多分これだと変わらないんだろうけど、この感じだと。おはようございます。野犬ですか。野犬はやばいな。私あの 犬にかなり、あ、また止まってます。マスって聞いてもわかんない。天狗ら辺、うん、最近買ったご自慢の工具はどこ行った。あれ、ご自慢の工具はないな。あったあった。じゃあ動画の方しか映らないかな。これがご自慢の工具です。小さい。工具、あ、映ってますか今。あれ、5ミリでいいよな、5ミリで。よし、緩めてからちょっと軽く、あまりやるとろくなことにならないから、少しだけ締めて、今3分の1周、4分の1周ぐらいかな、締めてみました。おっと、これで走り出すと工具が全滅する。このコンパクトなんかプロなんとかっていう小さいやつで精度はいいということだったんで、今まで使ってたやつと同じものがついてます。同じ種類の工具が。よいしょっだ。ふう、さてどうかな。変わってないな。他にこれ閉められるとこないですよね。あとは、うん、なんかグニャグニャするな。プロツール、そうそう、変わらず、全然変わらない。で、右でいいんだよな。うん、右に降りる。まずは海岸沿いに降りる。アーレンキードライバーだけですね。アーレンキーが5種類とプラスドライバー1個だけ。ん、何が OK？ 何の職質が？プロツールはあのプラスドライバーが結構精度がいいというか、あの舐めたりしにくいみたいなレビュー見たんで、で今まで使ってたクランクブラザーズのやつはいい加減バラバラになりそうだったので、電波ここから先厳しいです。あ、プロツール。でもちょっと高いですね。これいくらぐらいしたっけ ?2000 円ぐらいしたかな、もっとしたっけ。 Amazon で一番安いやつ、安いので買いました。なんかハンドルが妙にぐるぐるする。何が共振してるんだこれ。あ、おはようございます。天気悪くない、結構晴れてます。今日は暑くなりそうだけど。あ、おはようございます。止まってますか。おお、今日も風吹いてるな。あ、天気悪くないよ。天気悪くない。あ、逆光でそう見えるのか。
とくと電波だったらまあ進むしかない。おお。動いた。クロスって走りやすい。クロス、まあ私のはマウンテンバイクなんですけど、どうだろうな。ロードと比べてだと私はロードあんまり乗ってないんで分かんないです。水線橋っていうのは途中にあるみたいですね。あ、1900、なるほど。じゃあもうちょっと安かったか。みかん好きさん、みかんさんがいらっしゃるんですか。昨日は、襲撃はされたかな、一応。ハンドル、でもこれどうしようもない。多分グリスアップしなきゃダメなのかな。うん。あ、修理。うん。横の、そのハンドルバーを固定してるとこですね。それもちょっと締めてみるかな。でも音の感じとしてはそっち側じゃないみたいなんですよね。カニはなんか凝視してるように見えるな、こっちを。カニ。登り切って、今海岸沿いに降りようとしてるとこです。ちょっと縮こまった。じゃあ、ここで見えないか。グラつくんならグリスの問題じゃないと思うよ。グリスの問題じゃ、そうですね。でもグラつくのと音が鳴るのはまた別な感じもするんですけどね。そう、半時計回りで回ってます。よっと。ああ、これ以上締めてもあんまり十分硬いな。姿勢が楽。そういう表現あるな、確かに。ロードバイク、私、背中痛くなります。しかもこれ、町の自転車屋さんに持って行って治るレベルじゃないな、きっと。スポーツ自転車の、なんだろうな。どうですか。なるほど。今日は帰りません。クイック。水気。一旦もう汚れちゃったのかもしれないですね。引くのやめてください。私は引かれてもついていかないんで。よいしょ。その引くことが人によっていいか悪いかはまた違うんで。金属疲労でどっか行っちゃったんですかね。カニ。自分の脚力を上げようとしている人同士だったら引くっていうのはプラスの行為になると思うんですけどね。ツーリングだったら割ときつい。ペース乱されるだけになっちゃうんで。音はギーギーになってますね。よいしょ。うん。あ、水が。よいしょ。ビビの緩みですか。おはようございます。こいつはやっぱどうやってもならなくて、こいつが、あ、やっぱこっちだ。ほらこっちじゃならないので、やっぱりこっちであることは間違いなさそうですね。しかし嫌な音はする。これ紐をつないで、ああ引きずりになって、もうそれ翌日走れなくなりますからね。ヘッドの緩みっていうのはどこの緩みになるんだろう。タイヤ挟んで、やっぱりこの辺りに聞こえる、この辺り。ヘッドパーツ。でも締めると言っても、ネジは六角レンチがないと締められないかな。六角レンチで締めたんですけどね。どうしたらいいものやら。今バラしたら元に戻せるかどうかかなり怪しいんで。しかもグリスがこぼれたり。専用工具ですよね。オフトフレームを。このヘッドのネジを緩めて、外して蓋外して、でどうすんだっけな。ヘッド周りだな。担いで無理。事件は会議室で起こっている。会議室か。政治相談じゃないです。
騙しながら走る放送、自転車を騙す騙す、大丈夫大丈夫って言いながらの自転車をその騙しながら、そうそう、ベアリング、そういう話なのかもしれない、スポーツバイクですね。あとすぐ治るかどうかも分かんないし、ヘッド叩かないと、それはテレビとか直すときですよね。まっすぐ走ってる分には大したことないんですけど、上りでフレームねじる形の力が、うん、急になったからやっぱり壊れ、何か壊れたんでしょうね中で。お、ふくらカルモ、カルモ、お、ようございます。変な地名ですね。変って言ったらちょっと支障がありそうだけど。今来た。故障。トイレだ。淡路島での経験。故障。音がしてるだけなんですけどね。なりましたか。淡路島でも。これは縦読みするの？どれを縦読み？カルモ公衆便所。ん？あとのクリスタルボーイかよ。クリスタルボーイは違うか。金属パーツあんまり使ってないか。しばらくはこれ海沿いで平坦なのかな、どうかな。うん。あ、星便所。そうなんですか。あ、電話ボックスもある。で、中では緑色の電話だ。久しぶり見た。よいしょ。うん。日々、どれにですかね。どうしようもない、騙すしかない自転車を。ヘッド、あ、またあそこでいらっしゃいませ。玉ねぎ干してある。ああ、グリスアップ、グリスアップすることができない。よっと。大丈夫だから、大丈夫だから。カルモ。カルモってあれ、もともとひらがななんですかね。うわぁ、えらい音がする。オーバーホールしてから5年ぐらいは経ってるかな。よいしょ。ハンドルが曲がらなくなったの？ハンドルをねじる形で力を入れるとイオンがするんです。このようなユニークな地名といえば OK。 ユニークな地名、伊豆大島にはクダッチっていうのがある。カタカナでメンテ、今工具も何もあのアーレンキしかないので、道の真ん中、ここでちょっと端っこは草が生えてるんで勘弁してください。コブラの実写映画までできないのかな。コブラのあったのかな。かぶりついても何ですか。こっち側の淡路島の玉ねぎは、確かおじさんに薄いくなった人がいない。さすが俺とはヤンキーの事件ですね。下りの走行中にハンドルがどうにかなったりしたらやばいけど、フラッグ、ステムってどの部位だったっけ。元からちょっときついですね。あ、そうか、この横もあるか。横も少しだけ締めてみるか。あの取り返しがつかないほどは締めずに。アヘッドステムならアレンジだけで直せるのに。あれ、そうなんですか。フォークがひびですかね。確かにちょっと下の方からしてる感じが。あ、ダメだ、変わらん。これもこれ以上締めたらピキピキ。フォークかな。いや、フォークだけ買いますね、その場合は。よいしょ。ロボさんはメンテ話はあんまりしたくなりません。いや、ただ単にメンテが苦手な話なんですけどね。真ん中に、おっと、ハンドルとヘッドをつないでるところだよ。ハンドルとヘッドをつないでる、あ、そこは今閉めました。ガンの容量 32GB、 あの地図のデータ入れるところは今マイクロ US、 あ、マイクロ、マイクロ SD カード入れてます。
トップキャップを閉めてって順番なんだけど、いかやか緩めてトップキャップ閉める。ああなるほど、そうですね、うん、付近の自転車さんで直せる可能性はかなり低そうだな。ノマチャリとかの修理でこういうのはもう入ってこないから、多分締めないと、横締めた状態だと上下方向の締め方が、締めの力が伝わらないからですね。で、横緩め方に緩むっていう。じゃあ一遍掃除までやってみるかな。じゃあ、うん、ちょっとそれもてっぺんに行ったらやってみよう。サイドステムっていうのはこの横のことなのかな。さっきの淡市の人なんですよね。早いな、二周したりするのかな。日陰探そう、とりあえず。あっ、電車ないんですよね。そうそう、タイトルをギシギシハーハーしよう。確かにギシハーではありますね、今。はあ、なんだこりゃ。そう、列車がないんで、住むとそうですね。いや、昨日から自転車はあるんでしょうけど、スポーツ自転車だとどうだろうな。ピキピキも近いですね、音として。自販機ないのかな、この先もしかして。自販機なかったらやばいな。帰宅する。自宅の近くだったら引き返すかな。体感28度ぐらい、いや27度、気持ち調整27度でございます。すげえ音がしたぞ。あ、すごい音はどれの話だろう。疑心暗鬼。そう、淡路の。あ、見つけました。ありがとうございます。ただ、洲本でそもそも泊まれるかどうかが怪しいですけどね。お、カニ、カニ、またカニ。ないかも。カニ、ないかも。鳥取のトラックだ、今。あ、市街地がある。自販機を今のうちに飲み物補給しておかないと。食い物なくても、まあ死ぬほどではないけど、苦しいけど死なないけど、水がないとやばい。でも本当に私水がなくて、走れなくなったことはまだないんですけどね。もう少しで街ありますかね。帰宅。それは今日フルで走るのと全然変わりません。お、シビルウェディング。選挙。モンキーセンターあたりまで自販機ないかも。あ、モンキーセンター。そうそう、ママチャリと思えば音も気にならないな。ママチャリと、確かにそう言われると そんな気もする。南淡路ロイヤルホテルで、南淡路温泉郷。そこにはシビルウェディングって書いてあるな。これ市民ウェディングって意味ですか？シビルウェディングって。ありがとうございます。自転車店で後でコメント検索すればわかるかな。自宅 あのウェブサーバー公開しているあのマシンでコメントログを取り続けているので。あ、もうすぐ港。ギアチェンジしませんね。ギアチェンジ、そうですか。そこそこやってますけどね。あ、右の道行った方がって通れるのか。
あ、本当だ。私は右の道を行く予定でした、そもそも。ありがとうございます、ご指摘。その方がアップダウンも少ないし。そちらでした。イオン、忘れてもなり続けてますからね。初修理、いやまあとりあえず騙してればまだいけるでしょう。もちろん保証はされないけど、自分で、あそこ天文台がある。振り返ったからこそ気がついた。よかった、通り過ぎて。天文台が向こうにあります。私よく間違えますから。GPS をろくに見てないから。てか下見てるとなんか危ないのと首の姿勢的に苦しいんであまり見ないんですよね。いや。自宅のパソコンを遠隔操作できる？遠隔操作できます。木曜日定休。ああ、自転車さん、ありがとうございます。ナイスボロー。漁港。というわけで漁港の方におります。これは自販機ありますね。なかったら私が怒る。なかったら許さん。こういう今ちょっと下るときになんか。うん。GPS 機能。何飲むの？まあお茶系なんですけどね。お。あれ？見たとこないですね。ミルクセーキ。とりあえずはお茶を補給して。メンテしない。でもこれは。あたらじゃない。熱中症ですね。工場っぽいのばっかりですね。でも多分すぐそこから市街地が。お、あるある。自販機あった。タバコ屋さんだ。タバコ屋さんの隣だと読み上げがうるさくて買いづらいな。あ、しかもタバコの自販機だった。じゃあ関係ないや。塩水。それができたら海で漂流した人は脱水症状にならない。問題は洲本に行くまでに長野坂と水仙橋を越えないといけないから。坂が100メートル200メートルのやつがトータル3つ4つあるんですよね。あったコカコーラ。自転車旅行って楽しそうだな。旅いいでしょ。私タバコは吸えないです。美味しさが分かってない。でタバコは美味しさ分からなくても特に羨ましくない。コーラ来た。どうしようかな。まずは今すぐここで飲み干したい衝動もある。電気代1段料金プラス2段料金が1000円2000円ぐらいかな。いや、アンケ取りませんよ、取りませんよ。あ、リアルゴールドだな。120円だけど、まず飲み干し用にリアルゴールド。よいしょ。商売畑。あ、ペプシとコーラ、確かに。100円より。あ、いらっしゃいませ。コースク飲みたくない。飲みたいものか。ちょっとお茶後で補給するとして、あと増し締めも後でやるとして、まずはリアルゴールド。100円は何種類かありますよ。おっと、おしるこ飲みたくない、今は。結構おしるこないでしょ。そこそ、どこでもあるもんじゃないですよ、おしるこは。ああ、残念ながらないな。自転車旅行いいですよ。よいしょ。あったかいは夏場はないですよね。冬は絶対ここあると思いますけど。1000人、あ、来場者数ですかね。まあ、それは、実際はですね、今リアルタイムで見てもらっているのは100人から多くて500人ぐらいだと思います。500人時点で確か立ち見発生らしいので、最近調べた。淡路島どうなんですかね。暖流は流れてはいないような気がしたので。流れてるんだっけ。余裕と愛がない。
高知の方とかは暖流が流れてるから冬でも比較的暖かいっていうイメージなんですけど、こっちはそうじゃないですよね。結構寒い。あ、山。なんか珍しい暑ないね。ついでにお汁粉買いましょう。30分できれば立ち見なくなる。高知も冬は30分できたら立ち見発生しえないんですかね。あ、理屈的に言って。ああ、うまい。立ち見って読み上げするの？立ち見は読み上げ、確か最近できるツールもあるらしいですけど、私の今の環境だとできないんですよ。もう立ち見出てるの？いや、出てないでしょ、まだ。リアルゴールドって炭酸。うん。1日 100km ってどうなの？1日 100km は、まあ普通なんですけど、私は 100km 最近走れないの。いや、アクエリアスは、そう、なんかアイドルみたいな扱いになると、旗から見るとそれとても気持ち悪いでしょ。41歳の男が。今日は洲本の旅館とか民宿探したいんですけどね。ただ連休なんで厳しそうです。総研美茶か伊右衛門かウーロン茶か。喉への刺激を考えたらウーロン茶かな。サインは求められたことはないな。ウーロン茶が乾いた喉には一番刺激が強くて美味しそうだからという理由で。41歳の春だから。そう、41歳。木島って誰だっけ？お、こんにちは。年齢、そう、確か41です。42だと思ったらそんなことはなかった。ん？何がサイン？なんとかサイン？水を沈める。ん？あ、ほんとだ。ほんとだ。色そうですね。今、盛大に。やらかしました。すいません、今のは不快だったかもしれない。ゴフーって音がしましたね。人気配信者みたいな、そういうカテゴリーに入るのも嫌なんだよ。あ、間違えてですよね。朝飯はパスタを茹でて、タラコスパの素を絡めて、で、それとは別にカット野菜を炒めたやつを、よっと。ネットアイドル、私はなんかチヤホヤされるという、そういう状況を旗から客観的に見てしまって耐えられない。もやし余ったの全部今朝炒めてパスタに乗せて、それがですね、妙に美味しかったんですよ。たらこパスタみたいに味が、パスタ自体にまず味絡めた上で、で塩コショウで味付けした野菜炒めなんか上に乗せると、私はなんかその穀物の方とそれに添えるものは両方とも別々に味付けされているものが妙に美味しいと感じるらしい。ですね、横浜線ってとこの大口っていう駅の近くに王将があって、最近なんかそうでもなくなったんですけど、前までは餃子の皮にも少し味が付いてる感じだったんですよ。それが妙に美味しくて、それと同じ理屈なのかなというふうなことを一人で時間があるときに考えてました。よいしょ。漬物、特に汗かいた後だとうまい感じがするのは。なぜ？毛がないからかな。毛がない。ふう。で500しかこれで補給しなかったけど、プラス100ちょいぐらいはあるからな。1リットル弱で足りるかな。まあ死にはしないでしょ。50キロぐらい。前北海道の中で朝飯とか飲み物求めて30キロぐらい走ったことあるから、朝起きた状態から。あ、大阪のじゃない方の、そうです、京都王将。心拍数、私は一般人ですよ、普通の、完全に。50キロ程度だったら死にはしないでしょう。そう、横浜まで行けない、ふざけんなって感じですよね、あれ。たまに磯子だっけ桜木町駅だっけ、横浜までつながってる横浜線はあるんですけど、ほぼ全部東神奈川止まりですね。ふざけんなよ。まあでも横浜の朝の通勤が横浜乗り換えになったら、それはそれで嫌かな。東神奈川だからまだ
そんなに構内は広くないですけど。おお、自販機あるある。選び放題だ。あと商店も結構多いですね。で、釘にちりめん。昨日も見たの、釘に。これ福良港っていうんですかね。あ、ちょっと港見ていくか。あ、増し締めのこと忘れてた。増し締め、増し締め。まず横緩めてから中を締めて、でまた横締める。よいしょ。あんまり緩めるとこれ直角が保てなくなるような。で締めて、半周近く締めてないが大丈夫かな。で横を締める。やっぱなんかしっかりしてるな、この工具は。最初だけかもしらんけど。あ、これこのバランスが必要なんですよね、確か。よし、変わらず。コメントが聞こえなくなったのはたまたまなのか、別の問題なのか。延長失敗してた。じゃあ一般枠で取るか。あれおかしいな、オンにしてたはずなのに聞いてなかったか。よしやっちまったな。 MQ ワクオプまさかの炎上失敗。 MQ しても良い。ワクオプわら MQ MQ 何が起きたんだ。わら MQ ワクオプです。ワクオプです MQ。 よし、あ、好きなだけ MQ していいですよ。あのお好きなだけMQ し放題なので、当番組は好きなだけ MQ してください。あー、自動無料延長オンにしてたのに働かなかったみたいですね。またじゃあ次のタイミングで予約枠に移るかな。延長できてませんでした、なぜか原因不明。でもよくあるんですよ、ツールでうまく動かないことが。多分私の環境の問題の一つだと思うんだけどな。あ、来てました。じゃあまさか続いてるなんてことは。そんな失礼なことしませんよ。あれ次は飯の後かな。これから MQ MQ 延長でもできてたんですか。いや、ついてないですよね、ですよね。漁港はどこ行ったら船見られるのかな。あ、おはようございます。あそこ、あそこの山の上のあれ見えますか。ソルが立ってる、ソル。あのゼビウスのソルがあんなところに。いや、設定はしてたので確認したんで。ここは何が取れるのかな。あそこソル見えますか。ヒット出っ張ってんの。今方角で言うとこれどっちだ。こうだから南か南西方向あたりの山のてっぺんにソルが立ってる。
なんだろうな。なんか、あ、じゃあ、私お得意の。お得意のあれでお見せしましょうか。カメラで隠しキャラだ。そう、デジカメのズーム機能を使ってデジカメ画面を通して見せるやつ。ロボさんこれでも後から GoPro の動画でどう表現するかっていうのはいちいち考えなきゃいけないんですよね。お得意の技法さ。この辺りだったかな。何でソルガー。あんなとこにソルが。ロボズーム。あそこか。写真撮っておいて重ねれば、ボケた。ボケた、あれ観音像。この辺りということは、この辺は一番の危険性が。こう。見えますか？ピント合ってますかね？どこだピント？わからん。わらわら。こう。バットマンのマークが。こうか。ポドン。こうピントこの辺り、この辺り。どこだ。まさに水曜どうでしょう。まとぼんやりと見える。とんがりコーン宗教家。こんなんです。撮影してからで見えましたかね。みたいなシルエット。いや本当に完全な何角錐か分かんないんだけど、GoPro が見えます。円錐だったらソル、三角柱とか四角柱なのかもしれない。何でしょうかね。元ネタすいません。ソルっていうですね、ゼビウスっていう大昔の初期のシューティングゲームの隠しキャラです。ある地面で照準、地面を爆撃するための照準があるんですけど、その照準がピカピカ光って反応する地面があるんですよ。そいつを押すとあれが生えてくる。でボーナス点。なんだそんだけか。FMLE 切れた。トムケイ、リスナーはみんな知ってるはず。これは断線したな一瞬。ゼビウスをパソコン88をテープでロードしてやってる友達いたわ。あ、どこだ。88テープ版とかありましたっけ。第2ゼビウス。つながれ。ナムコの研究所か。あれ見えないな。あ、見えた。よし。OK。終わった。すいません。ウェブカメラ、もしもし、もしもし、もしもし。上り速度は、あ、OK。ウェブカメラが瞬断したっぽいです。急に、あそこ雲かかってる。あそこ、風力発電の風車の上半分だけが雲かかってる。はいはい、もしもし。もしもし。これで大丈夫ですね。で、あと15分後ぐらいにはまた予約枠に移行するために枠取りしないと。もしもし。ウェブカメラが一瞬切れたみたいで、あれ雲なのか霧なのか、確か風力発電の風車の上半分だけは隠れるっていう。あ、梅丸だ。ミス結社、フリーメイソンとかに。でもね、FMLE です。うん、クラです。もしもし。入ってますかってのビフタネのあれだったっけ。ふぐり？ふくら。ふぐりと間違うなよ。すごい。なんだの音。足湯しようず。足湯があるんですかね。温泉があるのかな。あ、そうか、この辺りまだあれか。南淡路温泉じゃなくて渦潮温泉か。この辺りなんですかね。ラボさんは小栗旬に似てますね。小栗旬似てるでしょう。誰ですか。さっき横緩めて上締めて横を締めるっていうのをやってみたんですけど、やっぱ変わんないですね。やっぱりそこの締めてるところの緩みじゃないみたいです。52万5757
お？ああ、それはまた別番組への誘導か。多分そういう書き方だとろくないとかないな。勝手に決めつけてますけどね。お、でも結構ありますね。でも日は照ってます。ふだらけにありがたみがなくなった。ああ、じゃあスポーツ自転車屋さんはあるらしいです、洲本に。自転車店で検索すればコメントから引っ張り出せるはず、後で。ただ外配信やってて、普通だとコメントいただいててもコメントログ探し出すのが、ああそうでもないか、ローカルに残すように設定しておけば。日焼けはまあするんですけどね、一応塗ってます、日焼け止めは。この漁港かなりでかいですね。もしもし、 iPhone 持ってないですね。話題になってるなあ。ジェコだ、白い。おはようございます。これ塩でして干すだけなんですよね、確か。スポーツ自転車店でなんか検索してもらったみたいで、ぶっちゃけなんだってなんだって。おー、145最低です。みんなお前のこと好きだよ。お前のこと、おはようございます。こんにちは。あの人は体型からして速そうというか、あの速いというか、なんていうのかな、あの細い体型で逆スプリンター体型。自転車さんで、あ、でも普通の町の自転車さんにこういうの持ってったらお手上げされること結構あると思いますよ。ギシギシ言ってるのはハンドルからフォークにかけてのどっかに異常があるらしい。他の浮き慣れろってなんだ。取り寄せ、そうですね。ふさと、おう、ちょうどいいか。アンは行ってないから、アンは。昨日あの放送はちょうど終わって、でそこからシャワー浴びて、で道の駅まで登る道登り始めた瞬間からこの音がし始めたんですよ。おお、あ、これは渦潮ドーム七色館水か、なんだこりゃ。鳴門海峡クルージング、クルージングとかしたら大変じゃないですか、ぐるぐる回って。端っこの方に立てたら振り落とされるじゃないですか。あ、反戦。この音は10時14分だ。クルージングやってるらしいですね。あ、本当に足湯があるんだ。まあでもちょっと今自転車走行中に足湯に入ると乾かすのにちょっと時間かかりそうだから。ちょうど14分でしたね。10時14分といえば私の誕生日の数字と同じ手だけだな。それにしか反応しなかった。おはようございます。フェリー旧島へ、ハモスキ、名物ハモスキ。ああ、この辺り楽でいいですね。平地だし市街地で。コーヒー&食事36。中途半端な。中途半端っていうな。来年というか今年中に死に歳になりますね。死に歳に。死に。縁起悪いから43歳になろうかな。やばいな、この音は。あ、こっから気がついた。気がついた。厄年らしいですね。こっから行くと国道沿いに山道を迂回してしまうので、やっぱり淡い地するためにはこっからあえて山に向かなきゃいけない。こっから洲本に直行すれば十何キロぐらいで着くと思うんですけどね。20キロ以上かな。
く聞いてます。暗黒躍動詞ん日曜日早速お茶。でもそうですね、山地帯は捨てます。別にステルスしてないと思うな。でローソンがあって、そこも山に向かいます。だって一周する人みんなそっちですよね。うん、直行したらそんぐらいですよね。でもやっぱりここは一周するためには自転車乗りはそっちに行く、あのこっちの山の方に行かなきゃいけない。難儀だよな、もうみんながそっち行かなければ私だって行かなくて済むのに。ん？ついてるか。いや、明日は帰ります。誕生日のプレゼントはまあ行きたくないような行きたいような微妙だな。体力的には行きたくないけど、昨日は道の駅渦潮に泊まって今出てきました。うん、そう山道ですね。まあでもそんなにあの西伊豆の方の山道ほどひどくはないです。一周するの何回目？一周するの1回目、初めて上陸してます。28号線行けば楽なのにね。28号線ですね、すごく楽になるはずですよ。でも面白みはあんまないと思うんで。あ、お城、あ、洲本は見ますよ、お城。キャンプ場に泊まらなかったんだ、もったいない。キャンプ場はオートキャンプ場 1泊4000円だったんで。あ、そうだ、餅はイヤさんからの補給食として餅も、あ、そうだ、イヤさんからもらった水もあったんだ。ちょっと今ぬるまってしまったけど、そうそう、イヤさんから水も、水と大福とあとお菓子もいただいたんだった。あ、じゃあ水大丈夫だな。漏らしたこと残尿感ぐらいなら、缶じゃなくて残尿ですよね、ありゃ。おお、やばい、音がやばい。そうか、この音を理由に、あ、イヤスさん、IYAS さんという人がいて、いてて、徳島の方なんですけどね。以前徳島ツーリングした時に一緒に、なんか音が。いや、あの、漕ぎ始めとか特にあの、フレームを歪めるような力の時に、ブリスじゃないと思うんですけどね。もうちょっと嫌な問題じゃないかな。暗くなのかもしれない。なんかひどいですね。あ、ひどくなっているかというとそうでもない気がする。それか洲本に直行するという。あ、自転車いらっしゃいませ。国道沿いに行ってしまう理由付けにもなるな、この音は。いや、しかしそれじゃ足りないな。おお、作ってる。どのぐらいのサイズの船の一部なんですかね、これは。整備、いや、でもできる範囲でやって。アズバーはまだ食ってないです。あ、そうか、よく考えたら昼飯用意してなかった。どうなると分かんないです。油、あ、体に。どこのパーツなのかよく分かんないけど、多分毛先というのかな、あの水を切るあたりですかね、あれは。お、立ち乗りの時に特になります。ダーシングすると特にあのなります。いや、音が鳴ってる場所はあの前の方だってことはさっき確認したんで。食い物に困ることはないけど走れなくなる。ちょっとさっきあったラーメン屋さん、ちょっと待って、補給食買っとかないとまずいかな。さっきもらった大福とお菓子があって、
あ、あと薄皮アンパン4個あるからいっか。本当は自炊材料持ってった方がいいんだろうけど、まあ補給食だけで乗り切れるかな。おお、なるほど。おかきもまだ少し残ってる。だいぶ食べたけど。いらっしゃいませ。ヘルメット女子が。おお、パーツがいちいちでかいな。普段からヘルメットさせられてるんですね。あれはなかなかちょっと不快なんじゃないだろうか。今のは。あ、切断機。どうめ。そういうこと言われるとなんか編集しなきゃいけない気になってくるな。お、ここから3キロはコートの広場とか書かれるといけないじゃないですか。佐川歩きな、ヘルメット徹底させられてるんでしょうね。ロボさんは禁止ですね。あ、私は禁止です。あ、禁止って、あのインヒビットの禁止か。見た目は OK、 確率としてクランク折れてる。しかし音がクランク折れてる、クランク折れてる。いやいや、クランク折れたら回らないじゃないですか。鳴ってんのはあのフォークの取り付けてるあたり、取り付けられてるあたり、フレームにこれ響いてるみたいなんですよ。大元はどうもあのなんて言うんだろうな、フレームのフォークを支えてるあたりか、フォークそのものか。ヘッドのガタつきはないみたいでした。今締め直したし。何の公園、草原、砂が。ヘルメット、あ、本当に義務化されたんでしたっけ。天道様、いや、あんまりクラックは見た目は入ってないです。わかんないので。フレームの方は多分これフレームに反響してるだけだと思うんですけどね。チェーンの音ではないです。さっきのおっさん、あ、多分何事につけ私絶対の自信を持たないようにしてるので、できるだけ。現在地は淡路島の左下あたり。まあ今日は距離が55キロで9時からサスロックできないやつなんですよ。淡路島海上ホテル、つまり今ここは会場なのか。現在地 URL 省略。あ、上りが始まるかな。 URL 省略、イカ略。一旦ステム緩めないとヘッドのガタは取れないよ。あ、ステムって横のやつですよね。それさっき指摘されたんでやりました。横緩めて、で上から締めて、あ、そろそろ、そうですね。電波のうちにやっとこう。よ、こういうとこでダンシングするとこの音ですよ。やばい音してるな。そう、フレームは来たんです。そう、それなりに水ナット、いや、そのあたりよりもちょっと下の方みたいに聞こえるんですけどね。じゃあワクトリーで、あの予約枠に移行しましょうかね。まあ、あともう少しいいかな。まあでも早めにやっとくか、慌てないように。じゃあこの枠はこれで切って予約枠を取ります。電波も良さそうだし、じゃあこれで一旦さよならです。開始、まず開始ボタンを押してから、じゃあまた後で。では。ハンドルポスト、ハンドルの方とはではなさそうなんですけどね。よし。じゃあ枠取り。再利用で
と予約機能で10時半。予約で、またワクトリー画面から取れてない。あれ？予約できてない。あ、できてる。どうも3分前とか、あ、つながった。まだあと2分あるか。じゃあこれの準備だけして、あれ？さっきのソルはあそこにある。いらっしゃいませ、うん、初見の人いらっしゃいませ。聞こえてないけど、ここです。もうスタートできるかな。よっしゃ、よし、これ多分タイムシフトだとこの前の時間の分もの映像も入ってるんじゃなかったかな。だから今浮かすなことは言えません。自動無料延長を開始します。いらっしゃいませ。即スタートできてますか？即。多分これタイムシフトで見ると、その前の3分分ぐらいもおそらく見られるんじゃないですかね。確かそうじゃなかったかな。というわけで、いらっしゃいませ。続きを走りましょう。あ、こっち側静かですね。いらっしゃいませ。この静かさを放送してないともっと堪能できるんだけどな。あ、延長設定やりました。ありがとうございます。あんまり強く鳴らそうとしても音量変わらないな。そう、法令対策、法律関係対策。
そう、木陰だから今はじっとしてました。いい音だな、リスナー邪魔だってさ。いい音でしょう、リスナー邪魔だ。ていうか放送しながらだと一部失われるところがどうしてもあるんですよ。こういうところでなんか周りのこの静かさというか、かすかな音だけに浸りきることが結構楽しみの一つなんですけどね。はたから見たら結構気持ち悪い状況だと思うけどな。第11くらいにランクインしました。というわけで次に進みます。何度も聞かれてると思いますが、どうやって充電したのですか。充電はですね、昨日の夜3年ぐらい前に放送で 1日半ぐらいかな、一緒に走った徳島の方が来ていただいてで、バッテリー持って帰ってもらって朝届けてもらいました。申し訳ないったらないです。でもおかげで今日は丸一日フルで放送できます。で今日は宿取るつもりだから明日もできるはず。ただ宿は取れるかどうかはちょっと怪しい。連休でこういう観光に人が来るようなとこだとなかなか。徳島さん、イアスさんという、 IYAS と書いてイアスさんという方なんですけどね、実はついこの間つくばリンリンロードで筑波大学の中をコメントで案内してくれたのもそのイアスさんでした。最終日前日だから取れるよ。最終日前日、そうですかね、そのもんかな。ちなみにジャラン楽天トラベルとかその知ってますよ。んその野宿先か。取れなかったことは最終的にはないですね。仕方がないんで野宿っていうことはまだないです。誘導中。あ、またあの蝶だ。美味しい。朝ごはんは意外と美味しかった、自分で作ったのに。お、これはどういう組み合わせなんですかね。アツトモスガス、イタミマイ、イタミ産業、リンナイ、タカラスタンダード、ソフトバンク、イタミ産業、福良工場。どういう組み合わせなんですかね。流通とかをなんか共有してるとかそういうことなのかな、違うかな。で向こうにLP ガスやるのでかいタンクがいっぱい並んでます。ソフトバンクは目立つんですよね、この中で。提供でソフトバンクさんのもこみちに負けないようにオリーブオイルを私はテレビでちらっと見たことしかなくて、あの人はどういう立ち位置の人なのか知らないんですよ。芸能人ではあるんですよね。例えば歌手兼その料理関係で最近有名なのか、あるいは元から料理人として芸能界にいる人なのか、そのあたりがさっぱり分かっておりません。登る。あ、結構な勾配あるなこれ。オリーブオイル畑の人です。オリーブオイル畑。海宮達夫。海宮達夫、じゃあ将来はソフトクリーム屋さんいっぱい経営して山中湖とかに。あんまり左右に触れないように細かい軽いギャルで登ります。足も疲れなくて済むし。もこみちはオリーブオイルのプロ。オリーブオイルのプロ、趣味で俳優なのか。ヒルクライムステージ突入。暗い。翔平さんではないですが、行ったところはかなりが被ってるみたいです。私は身長メートル。米軍人の強さの淡路島なんのネイマー。何かあるっていうのはそのスカイツリーとかがなきゃいけないのかな。あったらあったですごいな。あと今日民宿行って洗濯もしたいんですよね。下着は3日分あるんですけど、ジャージが2着しかないんで、昨日、サイクリング会のもこみち目指してください。立ち位置が分からん。もこみちって人は背が高いのか、2メートル。平成の日の照英、あの人、平成の人じゃないですか、今。それはあえて突っ込むというか笑うところなんだろうな、きっと。頑張れ頑張れ。はあ、なんかギシギシ
ギシギシは今日朝から鳴っております。結局これ以上メンテは多分私の技術では難しいんじゃないかな。木の実なのか。日本列島で本当ですか。出雲の方じゃないのか。これが 100m だったか 200m だったかな。標高そんぐらいまで確か登るはずです。まだ標高40。芸能情報、私は芸能人のこと全然知らない。多分外国人以上に知らないんじゃないかな。日本人の、日本に住んでる外国人よりも知らないと思うな。そりゃそうか。あ、なるほど、試作品なんだ。淡路島は日本列島の。玉ねぎ有名ですね。こんにちは。あ、来ても良い。特に待ってるわけではないけど、キャリーパミュパミュは最近電車の釣り広告でに乗ってましたね。あのバイトの案の、あ、口かけた大仏。東側にでかい大仏があるというのを聞いたんですけどね。そより、走る。何よ。そう。高速台。それはきついかな。あとキャリーパミュのキャリーっていうのは、あのキャリアとかのキャリーなんですかね。キャリーラボとかのキャリー。お、あ、了解です。まあそこそこ 8% ぐらいあるんじゃないかな。 10% はないと思うけど。あっち、あっち、あ、青島と美容子キャプテンさんかな。いらっしゃいませ。新幹線できました。今の女性かどうか微妙でした。どちらにも見えた。あっち、湿度もかなり高いと思います。今日は画面勾配までは出ませんね。標高差は等高線である程度わかるけど、寒さまだ。あっち、うん、忙しい。クーラー切れて、そうか、さようか。あ、しゃ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 。甲殻類よく見ますよ、カニ。冷やす冷やす、体冷やす。こんにちは。あ、GPS の。ねえ、こんにちは。お隣、あ、お隣か。いっぱいいるね。ああ、この暑い夏にこういう夏、私は夏の方が旅行しやすいです。冬は、あ、夜間走行の人だ。私は暑さ耐えられるんで、さすがに熱中症みたいな気分悪くなってきたら別なんですけどね。うん、感覚は旅行かな。遠征するのはまあ月に1回もないぐらいですね。でも最近遠征続きだな。着替えと軽くですね。夏の方が着替え、そうですね。10時から。なんか息が熱い。これはもしかしたらそろそろガリガリ君食ったらうまい対象になりつつあるんじゃないかな。水分まだ後ろにある、大丈夫。得意でもないけど暑さの方が耐えられる。寒さは走行中はまだいいけど、走行終わって、1日終わって、終わった瞬間に私、風呂入らないと、風邪ひいてしまうんで、口が、そうそう、疲れて、お、
止まった。見せないでしょうね。ショートマット。あ、治った。なんだ、チェックしようと思って。チェックしようと思って、休憩できると思ったのに。でも一応確認するか、仕方がないから。あ、で、今、ポタファイはですね、外気にさらすために、バッグの後ろポケットに今入れてます。あ、行ってますね、今。定食屋さんがあるかどうかは微妙。なかったら補給食でしのぎます。こんにちは。淡い地多いなぁ。淡い地の人多い。二人でこけて、その、ハンドルが急に折れたり、ハンドルじゃないや。フォークが急に折れたりしたら、やばいんですけどね、下りで。確かにそれを想像するとかなり怖い。なので、下りは、仮にそうなっても、被害が少ないようにゆっくり下ります。普段以上に。あ、野宿しました。道の駅止まってました。しかし、あそこの道の駅、人の出入りが多かったですね。こんにちは。霧吹き常備の人、知り合いにもいます。何が喧嘩？リスナーと？ああ、私がなんかリスナーのコメントを嫌って、なんか切って捨てるような失礼なこと言うことはありますけど。多いですね。もう朝だけで12以上すれ違ったかな。12どころじゃないかな。足味うまいですね。ちょっとあのかすかに発酵してるようなあの香りまで再現されてるのがすごいと思う。ゴルフじゃなくて自転車やってる人増えたね。みんな朝から出発してもう半分走ってるのか。もう半分、そうです。あ、いいね。多いですね。駆除って淡路島ってサイクリングやツーリングするのにいい場所だと思う。わらわら、いい場所。うん、ツールフランスはまだ目指してない今のところは。まだちょっと実力足りないと思うんで。その方が多いね。ママチャリが高速で下ってくるのはまだかな。淡路はオートバイで。おお、景色が、結構景色が、もうそろそろピークだな。ってことはこれ 100m の上りか。イタリアの山道みたいですね。更新したらワープした。よいしょ。イタリアはこんな感じなんですかね。割と日本の典型的な道だと思うけどな、ここ。おお。ああ、風が涼しい。阪神大震災何年前なんですかね。10年以上前か。淡路島より小豆島の方が好きだな。小豆島もでも結構あれアップダウンありますよね。私は小豆島内陸だけ走ったことあります。17年前。今これどっち見てんだろう。のさっき通ってきたところか。地中海が近い。喫煙所は別に、ポイ捨てとかしなければ別に否定しませんけどね。500万年。あ、断層。写真は今撮りました。いずれウェブアルバムにアップします。てかウェブアルバムは結構すぐにアップしますね。帰ってから1日2日で。あ、ビワイチ。ビワイチと淡路って結構雲の流れ早いな。結構ビワイチの方は上りがあるところは1箇所なんですよね。淡路の方は上り的にはちょっときついと思う。ああ、これがさっきあのこの右側ずっと回ってこっちに来たのかな。だから向こう岸のさらに左の方、今隠れてますけど、あっちの方に止まったところがあると思う、おそらく。こう見てるから多分そうだよな。向こうの方に。ああ、ちょっと風が下がる、気持ちいいんで動きたくなくなってる。73メートル。100メートルぐらいまで確か登るアップダウンだったと思うんですけど、すぐそこになんか看板が出てるんで、青看板が。そこがピークっぽいんですよね。等高線で見ると、ここキャンプ地ですね。いや、確かこの後まだ登るんだ。そうそう、これショートカットできる道があるんですけど、淡路はそれ許されないみたいなんで。よく眠れましたか？あ、よく眠りました。結構6時間は寝たと思いますね。
ただ眠気がいつ来るかはちょっと分かんないな。まだ下って登るよ。うん、下った上でまた登りますね、ここは。足元からは東側は平坦だから楽よ。足元から東側、東側。おっと。お昼寝にはまだ早い。お昼寝にはまだ早いですね。ですか今寝るとしたら朝寝。いい今なんか少しポコンっていう感じの音がしたのなんだ。6時間は普通じゃないですかね。40過ぎてやばいで、うん、それだけ熟睡できるのはすごい。熟睡。年取ると熟睡しづらいかな。今寝たら二度寝。うん、二度寝。枕、輪行袋を枕代わりしてます。大体それで寝られます。これ左行くと多分ショートカット。いや、上りだとこんなに大きな音がするんですよ。特に響く。早朝覚醒。ロボさんの旅の本当の理由は嫁さん探しなんだぞ。嫁さん探し、それも一応ある。なくはない。野宿しました。本当に何ですかね、この音は。できるだけ今ねじらないように走ってるんですけどね、ギア軽くして。夏休み前には完全に解決しとかないと。ふう。一応あるんだ。一応ありますね。夢探しの話ですよね。女性の自転車乗りっているのか。スポークはどうかな。自転車にたまーに見ますね。うん、タオルかグリース巻いてるな。ああ、なるほど。刺すのかな。どうにもならないし。どうしようもできないですよね、今。電波一時期悪かったみたいです。よっと、多くないですね。写真撮るために減速。こんにちは。下り一瞬だけど、この後まだ登るはず。こっからかな。はい、あ、涼しい。太もも太くなるわ。迷信だと思ってもらった方がいいと思いますよ。何が自転車乗り？自転車乗りの人の方が、あ、都合がいいかな。おー、いい景色。あのまっすぐな道がショートカットして、あの山を避ける道ですね。あっちの方がなんか面白そうだな。いい道。なんか妙に新緑じゃないけど、あの田んぼの色が綺麗ですね。なんでこんな鮮やかなんだろう。ライトグリーンな感じ。無酸素、そのスプリンター目指すんだったらそうなると思うんですけど、私は会社員選手。選手ってなんだ。私は全然体力的には普通の人より優れてるわけじゃないです。8ビットマイコンはいいですね。面白い。いやいや、一応ここまで来たから山の方行きますよ、一応。そう、色白で髪が長いんだっけ。お茶目。わ、雲の流れがはっきりわかりますね。あの田んぼのとこ見てると。雲が近いね。ロボさんの好きな女性のタイプは？うん、好きな女性は色白で髪が長くて自転車乗りで8ビットパソコンの話が好きな人かな。今までの意見を総合すると。高回転。てか大体今皆さんそっち方向に向かってますよね。
スプリンターで足太くするような走りっていうのはいないか、いないか、俺って。あやよちゃん。そんな人がいたら都合がいいな。あ、二次元で都合のいいキャラクターはいるかもしれないな。でもそういうの見るとあざとく感じる。じゃあどうしろってんだっていう。8ビットパソコン少ないだろうな。よっと。うん。女性風、風か。頭にカメラつけてます。ちょっと今日射が弱いんで分かりづらいですけど、ほらほら。まあウェブカメラは小さくてシルエットになるほどじゃないんですけど、それとは別に GoPro HD Hero 2っていう高画質カメラで頭のてっぺんにそんなげみたいにつけてますから。うん。丸太アザラシ、何ディスってんだ。っていうかどこどこの女はどうこうっていうのはどんだけ上から目線なんだって思いますね。同じ人間なのに。あ、プツプツしないですか。もう同じ人間なのにってそういう意味じゃないな。なんて言うんだろうな。人をなんか絶対的に評価できる人っていうのはよっぽどの立場の人じゃないとねえ。まあいいや。淡路蛇のヒレフィッシングパークオートキャンプ場。セミはそこら辺に。あ、これ桜の木だ。エビですか。まあエビだって虫みたいなもんですからね。何なり個人の意見。GoPro ウェブカメラに取り込めばできなくはないんですけど、ちょっといろいろ難しいですね。うん。節足動物。節足動物の種類も数も多いんですよね。ヘルメットかぶった方がいざという時に命が助かることがあって、まあ、本当に保険みたいなもんで、普段通り生活できていれば、あ、今こう切れた。普段通り生活できていれば必要なもんじゃないんですけど、いざという時にものすごく01で、例えば私はヘルメットしてなかったら本当に死んでた可能性がいっぺんあります。頭頂部から地面に激突したんで、アスファルトの地面に車止めで前転してガーンと落ちたんで本当に危なかった。あれはヘルメットしてなかったら本当にただじゃ済んでないはず。死ななかったにしても後遺症残ったりするレベルだったと思う。ヘルメット被ると紐の日焼け跡がつく。紐のヘルメット特に下りですけどね。東翔平さんなんだろう、カスクみたいなの被ってたんだっけ。まあカスクでも被らないよりはよっぽどいいですよね。カスクだとどのぐらいヘルメットと違いがあるのかな。そう、私はヘルメットで一遍助かったおかげでものすごい得したので、それに比べたらまだまだヘルメット被っても元が取れてる。そう、気がついてない。たまにそれ思いますね。 GoPro の Wi-Fi ユニットはまだ配信には使えないですよね。あと使えたにしたってバッテリーなんか食うっていう情報を見たんで、 GoPro がこれ以上電池食うとちょっと辛いかな。ヘルメットは普通に風呂場で石鹸つけてゴショゴショやって、で風呂の残り湯でザーッと洗って、で少し絞った後に陰干ししときます。陰干しとはやらないのかな。まあどっかに転がしときます。でかいバッテリー、車用のやつかな。あんまり重いとつらいですね。あ、延長確認します。あ、でも5分前だからまだ3分前になってから確認します。でもあのバッテリーってまだ使ってるんでしたっけ。確か重量10キロのバッテリーだっけ。あ、今ここ了解です。了解ですって忘れそうだな。今ここ、今ここ、こういうの瞬間的に忘れるんですよね。値段、重量とか値段に対しての容量を考えると、あ、壊れたのか。ただ最近外配信で
あらゆる外配信に同じようなバッテリーが何種類かあるんですけど、バッテリー の広告が貼られてるの、広告というのかな、商品に市場に追加されてるのは若干なんか若干怪しい動きに見えますね。ん、今ここに何をつ、ん、あ、今ここを見つけて、そうしてください。今ここ語尾はあれですね、本当に末につける場合と、あと疑問形の時にはかとの間に入れたりしますね。なんとかなりかみたいな。おう、あの洋館型のやつ、ん、洋館型のやつ、今ここ、あるか、バッテリーは10万くらいだからな。なんだこれ、市場は必ずしも主のおすすめじゃないのか。あ、おすすめとは全然関係ないんですよ。かか自分でも追加できるのかな。エナジャイザーのは 19V 19V、 PC にも充電できるのがいいんですよね。怪しい、あまりにもなんかどの配信でも必ず追加されてて、あまりにも徹底されてるのが怪しい。まあ私が見てる範囲だけですけどね。シンモンキー、確かあると思う。シンモンキー、カブトエビだって。昨晩の事故でした。これは何なんでしょうかね。これもじゃあズームで見てもらうか。肌が露出してる系の人はいないから大丈夫だろうな。ラジオセット。ああ、でもラジオとかだったらできそうですね。今日は、あ、トラストテクノロジー、ですね、一番よく見るのがパワーポンドのやつ。市場にパワーポンドの追加があまりにも多すぎる。ここは何するところ？ 3 分揃った。自転車こぎながら充電できるといいのにね。充電、うん、PC が省電力になればいいんですけどね。延長とグプス確認お願いします。あ、延長忘れてた、ありがとうございます。今ここ延長気抜けね、ん、あ、今 PC 開いてるからこれでやれんじゃないか。延長はできてない。自分もあざとさを感じさせるレベルになるとちょっとげんなりしますね。働かないな。じゃあ手動延長します。危ない危ない。わらわら、30分延長しました。手動延長しました。延長つこい、延長つ、ボケボケ。あ、そうだ、ボケボケなのは、ね、ちょっと今ここはちょっと後回しして、ボケボケなのはあそこを見てもらうためです。ピントどこだ、こう、このあたりか、このあたりか。市場に自転車で USB 発電する商品が出てるね。おう、良い風景だね。マクロモードこういう状態。あ、そう、マクロ状態にしました。これ何でしょうかね。これは一体何、何してる村人、何でしょうかね。釣り、こういう景色だったんで今立ち止まったんですよ。釣り人いっぱいいるね。はあ、デジタルズームするとさすがにちょっと苦しいな。で、その釣り人とこっち側はまた別のみたいなんですよね。あ、先端にいた人たちがみんないなくなってる。みんな入水したのか。てか、なんだろう、ダイビングみたいな。あ、だけじゃないか。あそこでなんか講習みたいなのやってるみたいですね。ここで。釣り堀ってでもこれ意味イメージしてますよね。釣り放送です。あれ、何やってるんですかね。兜のマークが盗撮。兜、兜、そう、これで本当に盗撮できるな。ウェブカメラのデジタルズームが全く使い物にならないんで、試行錯誤した末がこれです。単眼鏡を直にウェブカメラにくっつけるっていう手もあるんですけど、そっちの方が工学的にはいいんですけどね。え、女子いますか。私肉眼よりも多分皆さんの方が見えてますよ。あれ女子かな。あ、入水じゃなくて受水って言うんですか、あれ。あ、イルカだ。イルカがいる。あれか。マロさん式。そう、マロさん式が単眼鏡ですね。入水自殺動画。あそこに。ミニチュアみたいだ。わら。イルカ、イルカ。見えますか、イルカ。あ、すいません。あ、これ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 。ちらっと今、あ、今尾びれが見えた。なんか尾びれがさっから手前で動いてるの見えますかね。なんか手前の方の
手前の方になんか尾びれがピロ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 してる。あ、向こうに頭出してますね。わかりますかね。さすがにデジタルズームでギリギリまでやると厳しいかな。食べる。確か静岡かどっかの方でイルカの肉はあったんじゃなかったかな。走っていきましたね。いる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 。そうか、あの中でイルカと触れ合うわけなんだな。イルカ触れ合い講習みたいな。そう、風そうそう。あ、そう、ちゃんと写真も撮っとこう。GoPro の方には今のが見えてないんで、ちゃんと分かる写真を撮って後で重ねないと。顔出せ顔出せ。イルカ顔出せ。あ、ちょっと前に立った人邪魔、ちょっと邪魔。前の人ちょっとどいてください。ちょっとおどきください。お邪魔になっているのでおどきください。まあ いや、もうとりあえず尾びれは取れた。あ、今ここそうでした。今ここイルカの頭がちょうど隠れてるな。本人の、そうですね。すいません、邪魔になってますって周りいないような人。お邪魔します。近くまで行ってみたら。よし、近くまで。とりあえず取れました。でもこれ向こう側に行くと建物邪魔で見えないんじゃないかな。よし、今ここ。じゃあ今ここ確認するか。今ここ、牧場ってどこです。今ここかね。大宮バセ大会、大宮って何ですか。今ここは、これアプリの状態がおかしくなってるかな。今ここアプリ一旦落として、意外な秘密基地でしたね。で、位置情報オン。そう、こんなところは海の豚と書いてカバと読むんじゃなくてイルカでしたっけ。はい、で、いった。あ、C95、そうですね、買い替えなきゃダメかな。そうそう、あとこういう iPhone の画面をですね、こうやって映してると、たまに、メールとか、あとウェブ、ブラウザのブックマークとかが一瞬表示されたりしてて、場合によっちゃ見られたくないものも映るんですよね。気をつけないと。水銀。あ、ここ着きました。今ここ大丈夫ですかね。だからブックマークなんかはなんか無難な文字列に変えといた方がいいかもしれない。あれ、あっちに見えてる橋は、あれ今大鳴門橋見てるのか。ロボさんに個人情報はないのだ。個人情報、私はいいけど他の人の情報が見られるとまずいですからね。というのと、あとは今ここ、いいや、まだ全然進んでないな。しかしさっきあそこのたもとから出てきたんですよ。あっちの端の方から。島のどの辺なのかな。島の左下あたりですね。うわ、スピード程度なら気にしませんよ。スピード程度なら。おお、飛ぶと。やっぱなんか揺れるな。止まった。これはいい景色。動いた。おお、キャンプ場だ。ドップが飛来した。綺麗ですね。ドップ綺麗ですね。うん、通った。いや、それこれから行く方向だと思います。今日はここから洲本まで行くだけなんで、オッケー。今日も疲れないようにちょっとしか進みませんよ。淡路島をじっくり堪能するために。あの、ね、ん、スカイホーが、なんとなんと、トムト、強行偵察と流行るな。強行、これさっきのイルカのところ見られるのかな。大人気。ドルフィンファームって言うんですね。今日は洲本までか。じゃあの広、わー、これがキャンプ場っていうのもすごいな。淡路サンセットラインは走りましたか。サンセットラインは昨日走ったとこかな。四国近いところなのね。淡路島で行けば徳島に近い。徳島の方から突いただいてバッテリー充電していただきました。だから今日はフルで放送できる。ドルフィンファームの方ちょっと見えるかどうかも行ってみましょうか。ここ、あ、本当だ。
本当だ、道間違えてる。早くも下ってきてしまったから、これはミスったかな。これ引き返さなきゃいけない道ですかね。じゃあこっち行ったんだって、そういうコメントだったのか。まあイルカ見られたから元は少し取れたけど、この先道ないね。道ないか、上り返さなきゃダメか。え、そもそも何で町おこし。いい風景だね。この辺りはやっちまった。やっちまいました。すぐ油断してたらすぐ、あれイルカどこ、イルカ、さっきのイルカ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、オフマありますね。オフマカノンでしたっけ。ダイビングはないです。こっちか、こっちか。セブン島にも謎の仏像があったぞ。セブン島にありましたっけ。もうイルカと泳ぎましょう。これ入っていいのかな。いや、ちょっと今殺しそうになりましたね。危ない危ない。このスカリは貸し出しではありません。スカリ、あ、近くで見られる見られる。あの観音像を早く壊さないといつか崩れる。こうでもらいましょう。おお。僕あの石垣台入ってたんで、もどこに迷い込んだんですか。あの浜地と浜地スカリってなんじゃろ。スカリってなんか聞いたことあるな。レブン島な、何連湖だったっけ、あそこは。なんとか湖、ありましたよね、北の方に。ドルフィンファーム。おお、見えました、今の。尻尾が出た。さっきから尻尾出してるやつ。修練湖でしたっけ、あれ。いる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 。おお。釣り堀っていうか、イルカがいます。無料で、あの、触れ合うのが有料なんでしょうね。ちゃんとあのスーツあれレンタル、あ、子供がほとんど子供だ、あれ。イルカちゃん、イルカちゃん、イルカ頭出して、頭出して、汗がその代わりベタつく。頭出して、頭、イルカセラピー、なんか聞いたことありますね。イルカに乗った少年、少年イルカ可愛い、イルカの肉食得るの。イルカの肉は食えますね。あの、めでてよし、食べてよしっていう文字列があって、ある番組で。イルカ食べる。でもまあ牛食うのだって哺乳類食ってるわけだから、あんま変わらないと思いますよ。可愛いかどうかと、あの、食べるかどうかはまた独立だと思うんだけどな。これもまた突き詰めると反対意見が多くなりそうだから。右側のイルカ見てないって、左側のイルカはあんまり顔出さない。あ、近くにいるんだ。そう、もう私はあの、なんだっけ、初老、初老、イルカになった初老、ゴロある。イルカの足ってどんなんだろう。味どうなんですかね。あまり美味しいって聞いたことはないけどな。桟橋入場料は500円。ここにいるんだったらタダでいいのかな。あ、イルカがなんか腹出して完全服従の状態になってる。あれ犬だったらもう完全に負け状態じゃないですか。クジラか。あ、結構そうなのか。そう、イルカの人が。あ、ハイルカ。歯がありなしがあるんでしたっけ、イルカは。クジラいますよね。あのマッコクジラなんかが歯クジラで、シロナガスは歯がないんだっけ。ただマッコクジラの歯もなんか何を噛むための歯なのか分かってないんだったかな。ズームで、ここでズームまでやってるとさすがに怪しまれそうなんでちょっとしづらい。で、向こうが釣り堀。ペケ。こんな 海辺で釣り堀みたいなのってあるんですね。おお。あ、タイだ。タイと、草フグ。ダイオウイカ。そういうのは前見たことあるけど、あれ本当なんですかね。あと水クラゲだ。水クラゲってあんな普通に買えるんだ。牧場の前で、そうです。手前の水槽はなんかあの地元の食材というか、海の生き物が
展示してある感じです。そう、ミニ水族館みたいな感じ。そうかな。あ、そこでなんかボケと頭出してるやつはなんだろう、あれ。え、あれイルカか。えらい傷だらけのやつがいますよ。なんだろう、なんか仲間外れみたいにされて傷つけられるから別の枠に移してあるとか、そういうのかな。妙に傷なのかな、あれ。調子も昔は食べてたらしい。調子も、へえ。ここ間違って落ちたら怖いな。落ちたら、いや、怖い。病気なのかな。ただなんかチョークで描いたみたいな白い線がいっぱい入ってるんですよ。あ、スナメリって、スナメリ白いやつですね。ちょっとじゃあこれもズームでこれ見てもらっても大丈夫かな。向こうに人がいないから。ユカって人、歌手ですね。白いのはスナメリかな。いや、白いというか、こんなの。ユカの、もうちょっと引かなきゃ見づらいか。こんな感じ。USB 自転車ダイナモ自転車 D。 佐藤の声。あれ、ユカの声だ。なんか白い線がいっぱいありますよね。なんでしょうかね、これ。いじめられっ子かな。大変なの。いじめなんてなかった。じゃあ、ついてちらっと向こうに落とすか。どこだ。ユースの使いだ。ボントマンは。あ、ちょうどナイフやつだ。こいつこいつ。いじめではなく、ただのじゃれ合いと認識している。動かない。ちょぼん。こいつこいつ。あら、治療中。治療中なんですかね。うん、ずっと浮かびっぱなしなんですよ。生きてるみたいなんですけどね。人間の治療中かもな。フリッパー、人間の療養中。ギーって鳴いてましたね。触ると硬いんだよ。かわいい。見えた。私もなんか触ったことあったっけ。あいつがいじめたんか。あれも食べちゃうのか。ウェブカメラにズームないのか。ウェブカメラのズームは使い物になりません。なん本当に見たままをさらに単にデジタルズームしたみたいになるんで、画素数は十分あるはずなのになぜかウェブカメラのズームって使い物にならない。イルカに。じゃああいつはスカーフェイス。スカーフェイス。イルカの空中で聞こえる声出すってのは不思議ですよね。てか水中と同じ声なのかな。食われる。シロミチル。あ、ジョーミチルか。今なんて言った。今音程出した。あ、捕まって泳いでるお姉さんが。トリトン、トリトン。平成のトリトンだ。店で何売ってるのよ。店で。ぬいぐるみ。か。おお。本当になんかクケケっていう感じで鳴きますね。行ったのか。しいですね。言われたことない。これは観光としてはかなり面白いところですね。イルカはそうじゃなくても本当にこうやって直に触れ合ってますね。どこのイルカに。トリトン。そうですね。いいなあ。で、なんか今度はお母さんがチャレンジ。私泳ぎはちょっと苦手なんですよね。あとさすがに時間食いそうで。今これでまだ10キロ進んでないぐらいじゃないかな。今時間がもう昼前かよ。11時過ぎ。規制上げながら。やっぱクケケって言いながら。ここでなんか売ってますね。餌か今の。結構自販機コーナー。ハンバーガーとか売ってないか。じゃあここでイルカ定食頼もう。イルカ定食本当に売ってる。あ、ないかな。さすがにここまでイルカに、イルカにその近いというか接するようなとこだとそれは抵抗あるだろうな。長いから。ただ進もうとで泊まれるかどうかなんですよね。こんにちは、コロ。よし、コロさんいらっしゃいませ。
お、この音もしかして今日のイルカの声と同じじゃないか、この声。この声というかこの鳴り音は。この異音は。イルカセラピー中の自閉症にカメラ配信。ん？カメラ配信。昼ご飯は食堂ですか？昼ご飯、食堂見つけたらそうしたいですけど、ないんじゃないかな。こじつけ、わらわら。いいところですね。今日のこの異音は、このイルカとの出会いを示し、あの、示唆していたんだよ。って言ったらなんだって言ってほしいところですね。いい思い出。なかなか面白かったですね。イルカはイルカ。道間違えたけど。イルカの鳴き声がする自転車に乗った少年。そう、イルカの鳴き声がする。ドルフィンの正確な発音を教えて。ドルフィン。自転車来た。本格的って言うとなんかあの、なんだって。ダルフィンとか言いそうですけど、そんなこと言わないだろうな。ダルフィン。お金貯めて自転車買って旅行したい。クランクの音。ということはこのまま海に。クランクじゃなさそうではあるんですけどね、鳴ってる場所は前っぽいです。間違えたけど、これはなかなかいいネタ拾いになりましたね。軽くして軽くしてねじらないように行こう。ドルフィンズ、ヘッドの中じゃないか。ベアリングがヘッドは締め直したけどダメでしたね。ドルフィンロボ、日焼けできないモデルだからさ。日焼けできないモデル。ああ、モデルってあの職業としてのモデルか。ベアリングのダムが外れたかな。なんでしょうかね。そしても盛大に間違えたな。メカニックといってもさすがにこれスパッと直すのは難しいんじゃないかな。あわじのメカニックはよ。あちゃあ。そろそろかな。メカニックでここないの。ミオジ。ペアリングよりペアリングしてくれ。わら。ペアリングカップリングか。ドック。あれはなんだっけ、 RX なんとかだっけ。淡路はスポーツ車専用ってなりそうだけど。淡路洲本にあるという情報をさっきコメントでいただきました。ハンドルを曲げずに走ればいいだけさ。そう、ハンドルをほとんどハンドルより手は添えるだけ、両手を添えるだけ。手を登りはきついな、これだと。します、します、イオンは。あ、ふう。元までどのくらいかかるのよ。その後まで何事？5、6時間ぐらいは。ペダルって最近いつ交換しました？ペダルは長らく交換してないですね。あーち、くるくる回せい。そういえばロードバイクたくさん走ってるからメンテできる自転車いかやく。ベッドの自転車無理かな。ヘッドは私はイルカの声に聞こえるな。ハーハーするときに両手を添えるの。そう、ハーハーするときに両手添えたりしてるからハーハー寄りしてるんだけど。あ、 B&G だ。 B&G 海洋センターだ。本当に海沿いにある B&G を初めて見た。南端 B&G 海洋センター。体重。財団の山の中にも多いんですよね。なんでこんなとこにっていう。上り坂は先が見えた方が逆に精神的でダメージでかいですよ。あの、遥か彼方まで上り坂が見えてたりするとかなり近い。でも実際曲がり角がある方がそこで一時的に休憩できてるような形だから。何 B&G って？ B&G はブルー&グリーン財団だったと思いますよ。伊達。C
チカヤク。まあでもそういうのやった方が本当は堪能したことにはなるよな。アザミライン。うん、スラリの方が、あ、アザミライン上りのことか。笹川会長のでしたっけ。前輪何がついてる。ゴリラか。さっき間違ったのどこだ。こんなとこで救急車の音が聞こえる。あ、ブルーシーなのか。ブルー&グリーンじゃなくて。自転車、悪化しなければいいんですけどね、まずは。はあ、勝吉は一年か。意外とオフロードないね。オフロードはないと思います、ずっと。やった。救急車近づいてきてるかな。また27分になったら延長確認しないとな。確認しないとな、延長。旅行、他のに全く使ってないんですけどね。もう自転車旅行以外にお金はもう食費を含めて一切かけてませんから、家賃だけ、月の会計の支出は家賃だけ。これはあの造船所ですね。さっきの下ってくるときにもこれ映したんだったっけ。救急車またちょっと遠いだ気がする。振りを、いや振りはしてないです、休んでました。100メートルそこらの上りで途中で休んでるようじゃな。でもほらあのイオンがしてるから、イオンが。自転車は別に休めたからって修理回復しないけど、そう一日数よし。食器どうなってるんでしたっけ。暖房は使わないけどクーラーはさすがに最近ちょっと使い始めてます。これあの、マウンテンバイク、私のやつはこれは普通につけられてますね。ダボ穴もついてるしというか、あのセミ横断の時につけてもらったし、ダボ穴。キャリア固定、キャリア固定穴。関西で。うるさいですね。やった。やった。登ってきたけど、またさらに、ここから登るんだよな。ここまで何十メートル登り下りしてしまった。体脂肪なんですか？私が体脂肪かと言われると、あっち。私は体脂肪ではありませんが、測る場所によって違いますよね、あれ。最近はロードでもダボついてるので、あ、ロードついてるのありますかね、最初から。ん、何が必須。クイズ聞こえてました。家の卵定食200円。卵定食、朝安いですよね、あれは。寒さは耐えられるけど暑さは厳しい。確かに逆寒さの方が申し訳ない。過ごし方とか考えることありますか。老後の過ごし方こんな感じで、はあ、こんな感じでお願いします。和骨、はあ、ガチガチ。お、いらっしゃいませ。暑、はあ、い、はあ、ロードバイクとママチャリではやっぱり違いますか。ロードバイクは私はマウンテンバイクなんで分かんないんですよ、はあ、平均時速は1日平均だと10キロ割ってるな今。今日もウグイスないか。けどウグイスにはいない。山に近いカヤク。今日は特別養護老人ホームだ。
どうすぎ。ハブはちょっとわかんないんですよね。あとハブでこんな音するかな。あと最近番組ホイールで交換した変えたばっかりなんで、それでこの音がホイールからしてたとしたらクレーマーになってやる。女性にはある、ある。ガタが急になんか音がし始めて。